機落下まであと21分。俺の焼却砲フルパワーで。ボホイ、お前の力を貸してくれ。断る。俺は新兵器の実験のために来ただけだ。ミサイル発射！ダメか。そうだ、もしも結果が変わらないのだとした。この一撃に俺を今捧げる。隕石を押し返しているようにも見えるぞ。本当か。気のせいじゃった。クソジジイめ。逃げるんだバンクさん。誰じゃね君は。俺はヒーローをやっているものだ。先生、俺の町に落ちてんじゃねえ。一件落着だな。おい、兄貴、例の奴がいたぞ。マジで誰だっけ。お前か、 S 級ヒーローのおこぼれで順位を上げてるインチキ野郎は。なんだそりゃ。お前か、この街を破壊した超本人は。そうか、こいつに怒りの矛先を向ける奴もいる。それを利用して心を。おる。住民を救った気でエツに言っているのかな。お前の失敗のせいで行き場をなくした人がたくさんいるのにな。だから堂々と外出なんかできるんだろうな。他のヒーローがなんとかうまくやっていただろうにな。この街を見ろ、この有様はお前のせいなのに。お前のせいだ。そうだそうだそうだ。そうよ、この白鳥のヒーロー。やめろ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 。はまった、こいつの自尊心はもうズタボロだな。恐ろしいほどの合唱になったな。何言ってんの。まさか正々堂々俺たちと勝負しろ。ガオーセブン。冗談だろ。嘘ついてすいませんでした。いや、隕石をぶっ壊したのは俺だ。言ってみろ、てめえらの被害なんて知るか。俺はてめえらの評価が欲しくてヒーローやってんじゃねえからな。いいか、俺がやりたくてやってんだ。先生、あいつが俺のこと。帰りましょう先生。くそ、あいつの顔覚えてやったからな。絶対忘れねえぞ。